はいみなさんこんにちは今日は年末31日です師走なのかごろねなのかどうかわかりませんがみなさんいい年を越しましょうまず今日の話題というのはちょっと質問をくれた方がいましてそれは単純に村長の動画編集の YouTube で拡大とか縮小とか言っているのは DAW でいう 横や縦の拡大ですか極めて単純な質問をしてくれたんですがそういうところをしっかり見ていただいているということです僕も今はこんな機能が DAW にもあったらいいなと思うようなことをすごく注視して研究していますまずこの画面自身が素晴らしいです真ん中あたりのところに 全体を把握できるこの青いのとかちょっと肌色のがあるようにこれトラック全体がこのようにして見れるわけですねそしてもちろんこれが多くなってくるとこのようにしてまあサイズを広げればいいわけですねもう一度適当なサイズにしておきますそして通常なら DAW では このトラックの大きさを大きくしたり小さくしたりして細かいところを見て波形をここで切るとかいうようなことを判断したいですよねまずカットしたい時にもあまり神経質になる必要はありません波形の大体の空きのところでカットをしますするとここにカットラインができています ここから微妙なところを調整するのはこの赤い縦のカーソルがどこにあろうとここにナビゲーターカーソルというのがありましてこんな適当で離れててもいいんですそこでこれの後ろを縮めたり前を伸ばしたりするのはこのようにボタンを押した瞬間に波形がこうやって大きく見えるのでここで微調整を このようにできるわけです。縦にも横にも広がってくれています。今度は前側のボタンを押すだけでこのようになりますので微調整が簡単にできるわけです。まず便利だなと思う機能です。そして例えば普通はこういう風うに繋いだりしたら クロスフェードとか言って、なるべく音がプチンと切れないようにとか、いろいろやりますよね。動画ソフトではトランジションとか呼んでますが、それもこの位置が適当にこんなにずれてたとしても、ここでクロスフェードをこうやって入れれます。そしてそのクロスフェードの長さ自身もボタンを押すだけでこのようにできるわけです。 また、クロスフェードっていうのは DAW の場合はですね、すぐにガーンと落ちていくのか、もしくは山を描きながら落ちていくのか、大体5つぐらいのフェードインフェードアウトのカーブを選べますよね。まあ、動画とは違うので、少し違いはあるものの、それもここでトランジションというのを押すとですね、こうやって その方式の変更が自由にできるということになりますこういうところも便利なところだと感じていますもちろん先ほど言いました上の全体タイムラインと下の詳細タイムラインは関連連動していまして例えばここにある肌色っぽいアイテムはここででもこのように動かせました この下のものを動かそうとすると、本来は縮小にしておいて、こうやって動かしたいですよね。もっとたくさん動かそうと思っても、これならこんなゆっくりしか動かないですよね。これは DAW でも同じですけれども、でも全体で動かせたりしたら、このように動かしたいものをどん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 こうやって動かせれば、 便利に音を動かすことができます今度は機械の画面も見ながらちょっと見てみてくださいマークの機能というのはここのボタンをダブル押ししていましたトントンこのように二回押して押したままにするとこういう サークルのようなものが出てきて、ここでグリグリするとカラーを変更することができます。こういうのも DAW が見習うべきところだと思います。そしてクリップの長さを変えるんではなくて、例えばここでカットしてあるとします。そうしましたら、この切ったところのどこを使うかというのが このロールというのを使えば、こうして先頭の切る部分をこのように変えたり、このスリップというのをやれば、このように尺の長さは変わらないで、横移動、いわゆる使うところですね、このように変えることができたりします。一部分の音声を 上げたりしたいときにもオーディオレベルというボタンがここにありまして押しながらやるとオーディオ波形がこのように部分的に拡大したり縮小したりできるようになりますそしてこのように短く切ったところ「便利だというに」「便 もっっとと短く切ったところをするためです。ででこここ切ります、はい、こういうものがあった時にもファストプレビューという機能がとっても便利です長い尺は早く再生して短い尺はゆっくり再生してくれますちょっと画面が見にくいですので上の方に上げますねこのようにしましまたら こういうのにもものすごくこのストリームデッキは便利ですはいこのように尺の長さによって再生スピードが変わってくれるいわゆるザットミッというのができるというところも DAW でもこういう機能もあってもいいんではないかなと感じますまだまだ話したいところもあるんですけれども 一気にお話しすると難しくなりやすいですので、今日は3つ4つのポイントをお話ししました。村長でした。